こんにちは、アルブの公共室の辻です。先日ですね、そのイベント会社さんからワークショップとかでイベントに行くんですけれども、今回ちょっと特殊でですね、その会場の設営デコレーションまでしてほしいということで依頼がありました。あんまりその僕ら重機を手持ちで持ってないんですね。遊具みたいなものはあるんですけれども、まあ、このコロナの時期ということでその遊具を設置できないということで、イベント自体はその3月の末ですねにあるということで、それまでに、まあ、ちょっといろいろ作っていきたいなというふうに思います。でせっかくなのでそれを動画に収めて、こんな作り方ができますよというような形のシリーズということで考えてます。で過去にもその15分で作るシリーズというのをやったんですけれども、めっちゃ不評だったねでその中でもすごい優しいあのコメントをいただいたのが青もずくさんですかね。あの面白いと思うよと。でただその説明しながらあのやるとやっぱり時間かかるよねということで、例えばでその動画を先にもう映像として収めておいて、そこにコメントテロップを載っけたらどうか、こういうふうに、提案いただきました。ちょっと電話ですね。はいはい、あ、確かにそうですよね、わかりました、大丈夫です。いえいえ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、ということでですね、教室、今教室が始まる前にパパッと撮ってるんですけど、まあ、僕らの本業は、対面で通われる会員さんに国交の指導を教えるということで、木を作ったものづくりというのが全国的に広まればいいなと思ってお届けしてます。だから結構本気を出してない片手間でやってるんですけれども、まあ、その中で応援していただける方がたくさんいるというのはすごい嬉しいことです。ありがとうございます。でですね、まあ、そういうアドバイスをいただきましたんで、なかなかその音の問題とかでなかなかその撮る時間が限られるんですね。で、まあ、その提案していただいたみたいにパパッと音なしでとりあえず撮って、それに後から僕がコメントつけようかなと。3月末までの間に例えば、まあ、こんなん作ってみてほしいとか、こんな面白いのってどうやって作るのみたいな、そういう希望があったらこの再生リストでお答えしていこうと思うんで、またそこら辺でも YouTube でコミュニケーションが取れたら嬉しいなと思います。はい、ということで、やっていきましょう。ではやっていきます。今回は予算がつかないということで、あり合わせの材料で取っていきます。 OSB 合板 9mm ですね。で普段僕らこういう、まあ、簡単に作るものというのは図面描きません。あり合わせの材料からこれが取れる分大きさがどれぐらいかみたいな考え方ですね。で今これ丸ノコの補助具を作ってます。また違う動画参考していただければ、作り方っていうのは書いてあるとかと思います。はい、で1枚の板から斜めに切り出して直角三角形を4枚作ろうというような形で考えました。でこういう作業効率を上げるコツですね、同じ形を作る精度を上げるというようなものも一つポイントです。で4枚の板を一つにつなげて一緒に加工していきます。合掻きというような手法を使ってこれを板をはめ込んでいくと。でこれまとめて穴を開けてますね。溝の終着点です。で4枚重ねる理由としては精度が上がるというのと効率が上がるという2つです。で丸ノコで溝を切って今これ入るかチェックしてますね。同じように続けていきます。届かない部分は手でカットしていきましょう。4枚まとまっているうちにジグソーで成形していきます。ビスが干渉しそうなところは抜いて同じくジグソーでカット。でこれ底板にはめ込もうと思っているのでその補助加工をしているというような形ですね。こういうところはもう手でいっちゃいます。これは金板を墨付けしていると。板から切り出していきますよと。はい、同じく丸ノコジグでいきます。で5枚の板ができました。でその合掻きのまた墨付けですね、今度は重ねてできないので一個一個加工していってます。やり方は同じですね。これはまあ本当はまとめてできればいいんですけど、これはちょっと手間なんですが一個一個になります。中心線の横に左右に 4.5mm、4.5mm というふうに振り分けるのは墨付け上かなり手間なので、そういうふうに作業効率を上げていきます。一
つの加工が終わったら必ず、合うかどうかチェックしてみてください。例えば4枚まとめて加工して、あ、全部違って寸法ミスしてたっていう風になると、かなり時間と材料のロスがあります。はい、で先ほどの丸ノコガイドをもうカットしちゃいます。でそれをトリマーのガイドに変更しちゃうというような形で、こちらでも作業の効率を上げてますね。はい、でこういう現物合わせですね、先ほど作った、縦の板のほぞに合わせて墨付けしてます。でその縦の凸のほぞが入る溝を掘ってやると。でトリマーの使い方というのはまた違う動画でご参考ください。数ミリずつしか掘れませんので、何回かに分けてこういう形で穴を開けていきます。はい、でジグソーで形を整えて棚板を作っていくと。で皆さん正円を切りたがるんですけれども、不定形な形で良ければそちらの方をおすすめします。なぜかというと切るのが簡単、見た目にも失敗していると気づきにくいということですね。でどうしても正円に、切り抜きたい場合はこういうふうに、ジグを作ってください。ジグソーを両面テープで板に貼り付けて、コンパスのように中心の針を板の中心に当てがってやります。はい、でこれよくやる手法なんですけれども、こういうふうにカットしていけば誰でも簡単に正円が切れますよと。ただ途中、これちょっと両面テープ外れちゃって、で面倒くさいんでもう手でいきました。はい、でフリーハンドで、正円を切るコツは、できるだけ体に密着させて回してやるということですね。はい、でこちら材料が全部整いましたので、最後トリマーで面を取ってやると。でサンダーをある程度かけてバリを取ってやりましょう。はい、でこちらも予算削減でキャスターを解体したものをつけてますね。はい、スムーズな動きです。でこの状態で1回切り身をしてやると。で結構緩いほぞになっちゃったかなと思うかもしれませんが、こういうのって最後はめ合いで相互の干渉で摩擦が起きるので、結構緩くてもこういう形でしっかり止まってくれます。ガタガタになるってことはまずないかなと思います。はい、ということで完成です。で今回やってみて、このナレーション後付けの方法むちゃくちゃ楽ですね。めちゃくちゃありがたいです。青もずくさんありがとうございました。ということで、次回もこの形でやっていこうと思います。ですね、音声がなかなか、慣れずにお聞き苦しいところがたくさんあったと思いますが、すいませんでした。以降、まあ、改善していこうと思います。でこんなの作ってほしいとか、またそういうリクエストがありましたらコメント欄にてよろしくお願いします。はい、では今日はこのまま失礼いたします。ありがとうございました。